食べ方が急に早くなった。甘んじゃガツガツしてる。もう、あっても食べたいの。すごい、怖い。僕がやったんで、基本的に僕がやってるんですよ、餌持ったり。他の人が入ると全く近寄ってこないので。そうですね。なんかもう人に慣れてしまっていることだと、クラクション鳴らされても動じなかったりとか。すごいね、このカラス。あと、エゾシカやはり群れで生活するので、一頭パッと出てきた後に、あ、一頭なくなったから行こうっていうのが、もう2、3回出てくるっていう、こうやって思って、取ってくれって言ってた。ちょっと一頭通り過ぎたから、私行こうって、また逆に上から次ドンと落ちてくる可能性があるので。いい、取らない。取らない。一回、パイナップルが好きじゃないの。通るだけ日本人がなくなる。夏ばっかりだ。もう、感想。日本人、日本人、意外と、ケロッとしてどっか行っちゃうんで。すごく怖かったって言いましたね。野生のエロシカ多分、当園のより一回りぐらいは大きいのがザラにいるんですよね。シーカードちょっとちっちゃくなるのか。この前、大倉山の駐車場行った時も、もう、パイナップル。あ、パイナップル行っちゃいいの持ってきた。ちょっと違った。でもやっぱり梨なんですね。あ、2個も。あ、まだ行っちゃった。行っちゃった。